フェリックス・フォールは、フランスの政治家。第七代大統領。パリで出生。ルワーブルにて、実業家として成功し、同市の商工会議所会頭、副市長を歴任。1881年にセールワン・フェリウール、県選出の議員となり、恩賢共和派に属する。ガンベタ内閣で、植民地及び通商小時間となる。同職は1882から85年。 88年と、勤め、フェリー内閣でも同職にあって、タヒチやニューカレドニア、フランス領西アフリカなどの植民地経営を進めた。1893年に大議員副議長就任。1894年、海軍大臣として入閣。1895年1月、右翼と恩恵派の支持を得て、大党派のアンリブ・リッソンを破り、共和国大統領に就任した。 在職中の業績としては、マダガスカルの領有、露出同盟の強化などが挙げられる。ドレフィウス事件では1898年1月に、エミール・ゾラからホール大統領宛に、新聞紙上にて、公開質問状を提示された。ホールは、軍部の立場や、国家の対面を重視する立場から、他の政府首脳や王党派、右翼勢力、 カトリック教会等と共に最新に否定的な立場を取っている。1899年、ドレフィウス事件とファショダ事件で、共和制への攻勢が強まる中、エリゼク内で脳一血のため休止、在任中の死去であった。両事件の解決は、公認のエミール・ルーベの在任期間でなされた。ABCDE、ブリタニカ国際大百科事典後証項目次点。 TBS ブリタニカ、1991年第2版改訂版598から599ページフォール校 ABCDEFGH 日本大百科全書20小学館1988年132ページフォール校 ABCD 岩波世界人名事典岩波書店。 2013年、2338ページ、ホール校。資料により1892年とも。a b 福井の彦編、審判世界各国史12フランス史山川出版社。2001年一般一冊、2008年一般四冊、362から363ページ。ブリタニカ国際大百科事典 17TBS、ブリタニカ。 1988年改訂版591から592ページフランス志考。ありがとうございます。